人間社会で一番厄介なのは自分の心。その心のフィルターを外せ。未来か。突然何言うかと思ったらさ、もっと縮まっていいんだよ。江戸っ子1号ですとか、下町ボブスレー、世界駒大戦、こういうプロジェクトをですね、支えるものっていうのは、君、ものづくり知らない。戦う相手じゃなく、学ぶ相手じゃないのか。お客さん、僕たちの作った野菜の味。今ある仕事の半分がなくなると言われるこの時代、人も地域もすっかり社会性がなくなっちまったな。あ、いらっしゃい。この浮いてるオレンジって何なの？オレンジじゃなくて、イオカン。事務局のものですけど、これ知ってますか？ようこそいらっしゃいました。人を幸せにすることなんて、大切にしてきた視点が3つあるんです。で、1つ目は、商店街に面白い青年が通るんで。お何かお手伝いすることありますか？地域を巻き込んで BDF による再生可能エネルギーをどんどんと広げていこうと思ってます。 NPO やソーシャルビジネスを支援することは重要な使命の一つと言えます。夢で終わらせないように金融金庫は応援しているからね。一つ一つにいろんな神様が宿ってるって噂だよ。遠い子孫たちへのメッセージになったら素晴らしいですね。この皆さんの心のシャッターを開けることによって、どういうふうに町や社会のシャッターを開けていくことができるのか、そのアイデアを皆さんと一緒に。みんながそれぞれ幸せを感じられる未来社会、ワクワクしますよね。ね、あなたがその楽観を口にしたら、今一番必要としている記憶が降りてくるかもしれませんよ。一番必要としている記憶降りてくるといいですね。キネマの神様が今ここから魂は受け継がれ、未来のシャッターを上げる。